第六代キャリントン、男爵ピーター・アレクサンダー・ルパート・キャリントンは、イギリスの政治家、貴族、キャリントン男爵キャリントン家に生まれ、1938年に、爵位継承し、1940年から、貴族院議員として、政界入り、戦後の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。とりわけ、マーガレット・ザッチャー内閣で、外務、英連邦大臣を務めたことで知られる。 アメリカのアレクサンダー・ヘイグ国務長官と、1919年6月6日に、チェルシーにて、後に、第5代キャリントン男爵となるルパート・キャリントンと、その妻のエディスの間の第二子として誕生。1938年11月に、イートン校在学中の時に、父が死去し、第6代キャリントン男爵の爵位を継承した。1939年1月に少尉として、 クレナディアガーズに入隊し、後に、少佐階級まで昇進した。サンドハーストの王立陸軍大学を出て、第二次世界大戦に従軍し、1945年にミリタリークロスを受賞した。戦後も1949年まで陸軍に在籍した。1940年に、キャリントン卿は21歳に達して、貴族院議員に列した。保守党に所属し、 第二次チャーチル内閣とイーデン内閣で次の役職を歴任。1951年11月から1954年10月にかけて農林水産調整無時間、ついで1956年10月まで国防省政無時間、ついで1959年10月までオーストラリアの連合王国ハイコミッショナーを務めた。イギリスへ帰国した後、 1959年11月から1963年10月まで、ハロルド・マクミラン内閣で海軍大臣を務めた。続いて保守党がゲアする1964年10月まで、アレック・ダグラス・ヒューム内閣で無認所大臣と貴族院院内総務を務めた。1970年に保守党が政権奪還して、エドワード・ヒース内閣が発足すると国防大臣として入閣し、 1974年1月まで勤めた。彼はヒースの伏進の名優だった。1973年に第4次中東戦争が勃発して石油生産が大幅に減り、石油価格が4倍に高騰する中、1974年1月にエネルギー省が新設され、キャリントン教がその大臣に就任した。電力消費の激しい冬を乗り切るため、 当時工場稼働が週3日になっていたが、予想より断頭だったため、キャリントン卿は週4日制を宣言した。下付けから間もなく、保守党党首がサッチャーに代わると保守党貴族院院内総務に任じられた。1979年5月に、サッチャー内閣が成立すると、外務英連邦大臣として入閣した。同年のローデシア独立問題をめぐってサッチャーは、 マルクス主義的なロバート・ムガベを嫌い、白人に対して恩恵なアベル・ムゾレワを講演しようとしたが、キャリントン教は、ムゾレワは、白人史上主義者、イアン・スミスの区別に過ぎず、ムゾレワ体制ではとても他国から受け入れられないと彼女を説得した。サッチャーから、事態の収拾を任せられた、キャリントン教は、英連邦会議を開催して、スミスやムゾレワとムガベを話し合わせ、 一時ローデシアをイギリス植民地に戻すことで会議を取りまとめた。その後、総督を送って内戦を沈め、白人に一定の議席を認めるが、民主的な内容の憲法を制定し、選挙でノムガベの勝利を経て、1980年にジンバブエとして独立させた。このキャリントン教の手際の良さは、当時国際的に高く評価された。 ヨーロッパ政策では、サッチャーの欧州共同体に対する強行姿勢を憂慮していた。政権初期サッチャーは軍縮による予算削減を目指していたため、軍事独裁国アルゼンチンが狙うフォークランド諸島への防衛官エンデュアランスの巡回を中止させた。キャリントン卿は、この巡回中止に反対していたが、将校が危機の察知に失敗した問題で右派から批判を集め、 1982年4月に外省を辞職することになった。1983年から1988年にかけては北大西洋条約機構において事務総長を務める。1984年8月に聖マイケル成城事君騎士団長に就任し、1994年6月まで務めた。1985年に ガーター勲章を受章し、1994年11月には、ガーター騎士団長に就任し、2012年10月まで、務めた。1999年11月の、貴族院改革で、世襲貴族の大半が議席を喪失したが、彼は一大貴族、ノッティンガムシャーアプトンのアプトンのキャリントン男爵に、除されて、議席を保った。 2018年7月9日に99歳で死去。死去時点で最年長の貴族院議員、チャーチル政権に参加した最後の生き残りだった。2006年6月19日、ガーターセレモニーで、セントジョージ・チャペルへ向かう、ガーター騎士団長、キャリントン教。1938年11月19日に、父、ルパート・キャリントンの死去により、以下の爵位を継承した。 1999年11月17日に以下の一大貴族爵位を新規に除せられた二つの世襲爵位のキャリントン男爵のスペルはバロン・キャリントン一大貴族爵位のキャリントン男爵のスペルはバロン・カリントンである1942年に陸軍軍人サーフランシス・ケネディ・マククリーン中佐の娘アイオナエレンマククリーンと結婚し彼女との間に 以下の三辞を設けている。ありがとうございます。